はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今、私のお気に入りの逆転プラグインズ、エピックのお話をさせていただきます。村長が第6回、というのを解説してくれました。画面の構成などをお話ししたと思うんですけれども、私は今日は逆転コードエピック、というのをお話ししたいと思います。画面左上のこのパートのことです。逆転プラグインズは、基本的には4つのパートで出来上がっています。コードと、画面の下がディープというベースソフト。そして右の上の方が、メロディというメロディを作るためのソフト。そして右下の方が、ドラムビートを作るためのソフトです。これらは全部自動で連携します。今日はコードのお話をするんですが、一つだけテストしてみたいと思います。今ここでスケールがドリアンとなっていますが、これを分かりやすい C メジャーに切り替えたいと思います。はい。そしてここをメジャーにします。はい。見てください。今、この4つがすべてコードが揃いまして、5、4、1という風に進んでいます。そしてこの3つのキーとスケールはみんな揃っています。ここ。そしてここ。そしてここです。ドラムにはコードという概念がないので、ここはそのままです。では早速逆転コードの項から見ていきましょう。全く新しい新規のプロジェクトファイルから作っていきたいと思います。今日使う DAW は私のいつものスタジオ1プロフェッショナルです。まず逆転コードをインサートしていきます。この右のところに逆転コードがありますので、これをスタジオ1にドラッグします。そしてここで、これから作っていくプロジェクトのキーとスケールを指定します。もう C メジャーになっていますので、このまま進めていきたいと考えています。ここには何もありません。一番優しい方法としまして、この2つ目の項目のところをクリックすると、このような画面になります。一番左に今、リストされているのはジャンルです。ここでロックを選びたいと思います。ジャンルを選びましたら次はここにプログレッションというのがありまして、ここで適当に選んでみたいと思います。基本的にはこのように4小節の構成でコードが入ります。ここで8小節にするのにはどうしたらいいでしょうか。ちょっと画面を拡大してみていただきます。画面の拡大は角から引っ張ればどんなサイズにでもなります。このようになるわけです。そしてここで後ろに持っていくと、このような3つのボタンができてきますので、ここでプラスを押したりすると、小節を追加できます。このように小節が1つ追加されました。4小節目と同じコードができました。このコードを変更するのは、どうしたらいいでしょうか？ここにあります。エディットというボタンを押すと、1、2、3、4、5、6、7ということで、それぞれのところの下にテンションコードが入っています。1の C メジャーを選びたいと思います。次は E マイナーを入れたいと思いますので、ここでまたプラスをします。そして E マイナーを選びます。次は A マイナーを入れたいと思います。また足します。次は F を入れます。そして8小節目には G を入れておきます。セブンスにしておきましょう。このようになりました。そして例えばセブンスのこの上のボタンを押すと、ボイシングが上がっていきます。に上がっていくわけです。これで8小節のコード進行ができました。例えば最初のようにプリセットではできないのかというと、この5小節目もしくは6小節目など後半を選択しておきますと、ロックリップワープという風になっていますが、ここを押すとこの後半が選択できるようになっています。ここでコード進行を今入れたものとは違うものにすることもできます。このようにコード進行が自動でできました。このようにしながら、ここの部分ですね。
プログレッションの名前を押すと、このようにコード進行を自動で入れていけるようになります。次はリズムの刻みです。ここを押すと、またジャンルが出てきます。同じようにロックの中から選んでみようと思います。そうしましたらここに、コンプレックスシティというのがあります。いわゆる複雑さを選択できるということです。オールというのは全部ということでして、そしてシンプル、ミディアム、そしてコンプレックス、いろんな複雑なものがあったりします。これを選んでおきまして、ここでプリセットを選んでいくことになります。どんなのがあるか、順に追ってみてみましょう。はい、ここでこのような刻みが変わっていっていますが、この1、右のところにサイコロのマークがありますので、これを押します。このようにランダムなパターンが作られたわけです。ちょっとこの辺りで音を聞いてみましょう。今、音は付属の音源のピアノというのになっています。ここでこのまま音を鳴らしてみます。8小節ですので、8小節分ループを作っておきます。そして鳴らしてみましょう。このようにして8小節が終わったら、またループするようになります。また少し変えてみましょう。今度はこんな風になりました。また変えます。このように小節を飛ばしたようなバッキングも作れます。前回のキャプテンプラグインズと違いまして、ものすごくこのパターンがヒューマナイズドされたような、そういう演奏がたくさん増えましたので、なかなか実用的な感じでチョイスしていくことができます。例えばこれを選んでみたいと思います。はい、今度は案外シンプルなコード弾きになりました。このようにしてコード進行をまず考えていくということになります。今はピアノの音を鳴らしていますが、とってもたくさんの音源が付属していますので、$99のソフトとしては、音源シンセサイザーを購入したのも同じようでお得ですね。ちょっとここを押してみましょう。キーズの中にもたくさんの音源があります。すべてで200ぐらいはあるんじゃないかと思います。じゃあ流しながら変えていきます。ストリングスを選んでみます。そして音源に関しましては、ここにプラグインズというのがあります。これを押すと手持ちの音源を選ぶことができます。自分の持っている VST 音源ということです。私が試してみた感じでは、
正確な話ではないんですけれども、VST3 には対応していないような感じがします。これが私の持っている VST の音源です。例えば、Easy Keys を選んでみたいと思います。この一番左端に、トゥーントラックというのがありますので、ここで Easy Keys を選びます。そして OK をします。するとこのように Easy Keys が立ち上がりました。フェンダーローズの感じの音に変えたいと思います。このように音源を変えました。ちょっと横に置いておきます。するとローズの音で演奏ができます。これなんか案外いいですよね。ここで少しフィルターをかけたり、リバーブをかけたり、ディレイをかけたり、そういうようなこともできるようになっています。そしてプラグインをもう一度表示したかったら、このボタンを押します。そうするとプラグインの画面がこのように出てきます。これがプラグインの表示ボタンです。そしてコードなんですけれども、例えば半小節で変わるようなコード進行にしたいというような場合は、画面の下のこのボタンで分割ができます。このように分割ができました。今、同じコードですので後ろ側を少し変えてみましょう。ここで G7 を選択しました。これは右下にありますように、ドラッグ&ドロップが簡単にできるようになっています。左がオーディオで、右がミディです。ちょっと書き出してみましょう。オーディオの方を書き出します。動かし出しますと、このようにプラグインが消えてくれて、とても入力がしやすいです。このようになります。そして、今は Easy Keys の音を鳴らしていますので、ここは Easy Keys の音で鳴るようになります。ちょっとここをミュートしておきましょう。オーディオで再生をしたいと思います。念のために、このプラグインはバイパスしておきます。このようにドラッグ&ドロップで、オーディオも書き出せたわけです。例えばこれを一旦消します。今度はミディで書き出してみましょう。このようにMIDIでドラッグ&ドロップができます。例えば、画面を一旦消しまして、編集してみましょう。このように変更を加えたとしますね。そうしたらキャプテンコードの方は、音が鳴ってほしくないわけですね。こちらとはもう違うフレーズになってるからです。このようにここに書き出して、そして編集も加えたこの音を鳴らすときは、このキャプテンコード、通常の音源と同じように、働くようにします。それはどうするんでしょうか？プレイミュージックフロムプラグインというボタンがありますので、このチェックを外します。そうするとこのような、ブルーの画面になりました。これは内蔵音源であっても、先ほどの Easy Keys であってもどちらでもなります。まず内蔵の音源で鳴らしてみましょう。はい、このように音が鳴りましたね。じゃあ今度はこれをプラグインに変えて Easy Keys にやってみます。いわゆるこの状態というのは、キャプテンコードが Easy Keys との橋渡しをして、そして Easy Keys を音源として鳴らすということができるわけです。もちろん内蔵音色は1種類だけじゃなく、
先ほどと同じように選択をしまして、今度はカットPayの音を鳴らしてみます。すると、このようになりましたね。客転コードは音源にもなり得るということです。その時はここのボタンが鍵になります。この画面の大きさや場所を移動したりするのはマウスのホイールで変更したり、もしくはコントロールキーでは拡大縮小、そしてシフトキーで横移動、こういうのもできること、この動画の一つ前の第6弾という動画で説明していますので、そちらの方も参照してみてください。あと細かくはやりませんが、コードをカスタマイズして自分専用のコードを作る機能であったりとか、もしくはここを選択しておいた時にオクターブを上げる機能、こんな感じですね。そしてこれを動かしたら全体のビューのフィット感が変わるんですけれども、それはここでフィットツービューというのを選んであるからです。これをノーマルというのに変えましたら、今のように動かしても変わらず上がっていきます。その代わり画面の下の方は消えていくということになります。こういう場合でもフィットツービューにしておけば全体がいつでもうまく見れるということになります。まだまだここにMIDIを読み込むような機能とかもあります。そういうことは一つ一つのディープ、メロディ、そしてビート、それらを説明した後に高度なテクニックにつきましてはお話を進めたいと思います。今日は初めて使う人や初心者の人がまず簡単に使えるお話をしました。マニュアルなんかも右の方にありまして、ウェブでこのように表示されますので、もちろん日本語化をして読めば大体のことはわかると思うんですが、一つ難点があります。この説明書はまだバージョン5の時の説明書で、若干操作方法が違うところがありますので、そこはご注意ください。画面周りが随分違います。あと大事なところで説明していなかったことが1点ありますが、ここにアンドとリドがありますので、普通のコントロール Z とかでは戻りませんので、これで戻していくとこういうふうなことをできるということも覚えておいてください。それではこのシリーズ第7弾としての動画を終わりたいと思います。第1弾から第5弾までは村長ウスタジオがやっています。 Facebook の完全公開のグループでいろいろ情報などを出していますので、 YouTube の概要欄に情報も載せていますので、全くメンバー登録などもなくても記事を覗いていただけるようになっていますので、ぜひご参照ください。ご視聴ありがとうございました。村長ウスタジオ中の人でした。